ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。今日はオトの持ち込み企画ということで、うん、何するの？嫌な予感しかしないんだけど。この間さ、姉ちゃんのことをどれだけ理解してるかっていうテストあったよね。あったね。全然理解できてなかったやつね、うん、いやあれは問題がひどいんだって。ひどくないよ。さあというわけで今日やる企画は、心は音のことをどれだけ理解しているのか、第1回音。やっぱり今から僕音に関するクイズを出題します。全問正解できれば弟のことをきちんと理解している良き姉、一問でも間違えれば失格、罰として萌えゼリフを言ってもらいます。まあ私自信あるよ。音のことちゃんと理解してるもん。お、ね、自信あります。じゃ早速行きましょう。行きましょう。というわけで第1問、身長は172とか2とか3だよ。173。では正解いってみましょう。こちらです。 175.2cm です。惜しい。てか 0.2cm ひどくない？175ちょっと思ったんだけど。悔しい。そっか、残念でした。第2問、コンプレックスは。あとコンプレックスあるの？何でしょうか。人見知りなところ。人見知りだったりする？人見知りなところ。正解はこちらです。あんまり前に出られないことですかね。あれ、あー惜しかったね。あれ、近くない？人見知りと、ニアピンだよこれ。ニアピン賞。前に出られないっていうのはやっぱりちょっと違うかな。第3問、生まれ変わるなら何になりたい？意外とさ、植物になりたいとか思ってる。ちょ、あると思う。いやでも、タコ。いや難しい、範囲が広い。宇宙に、宇宙でもなれそうだもん。わかった。じゃあ、桜の木。正解はこちらです。生まれ変わるなら、美少女。本当に思ってる？思ってるよ。私のことじゃん。いやちょっとね、思ったんだよ。ネバセイココロ、何言ってるの？いやそっか、でも桜の木もさ、人に例えると美少女だよ。なんで桜の木なの？桜の木っていうか、途中何言ってたの？宇宙にもなれるってどういうことだよ。高校の頃ってこう、スケールでっかい夢持たない？姉ちゃんそんなこと思ってたの？あ、そうなると次に行きましょう。第4問です。大阪でデートするなら。大阪でデート、大阪ってやっぱいっぱいあるけど、王道の海遊館かな。では正解見てみましょう。三角公園に行ってたこ焼き食べたい。かわいいな。はい、残念でした。なんだそれ、海遊館行きなよ、いいじゃん。いやでもよりやっぱりリーズナブルになっちゃうよ。第5問、姉ちゃんに直してほしいところは。私に直してほしいところ？俺が姉ちゃんに直してほしいところ。直してほしいところとか、ないですよそんなの。絶対そう言うと思ったよ。あ、わかったわかった、あれでしょ、ちょっと強引なところ。いやもうこれはちょっと自信ありますね、うん、強引なところ自覚ありますから、うんうんうん、ほんと。正解はこちらです。一言目がでかいところです。これネバーの挨拶のこと言ってる？一言目がでかいってどういうことですか？全部でかいですよ、うるさいでしょ、強引なところにしましょうよ。次最後ね。あ、次最後。これ正解したら罰ゲームなし？いいよ。あ、本当に？これ正解したら罰ゲームなしでいいよ。じゃあ行くよ、うん、第6問、サッカーとは？ですか？いや姉ちゃんならサッカー、ね、俺がずっとサッカーやってるの見てきてるんだから。いやそうですよね。魂。では正解はこちらです。サッカーとはダムですかね。その心は？練習で積み重ねてきた、たまりにたまったものを解放するんです。解放して、それがサッカーなんです。解放していい？ダムですか？私は魂だと思いますよ。残念でした。まあというわけで失格。姉ちゃんは弟のことを全く理解できていませんでした。いやでも全くっていうことではなくない？だって 2,3 問ぐらいさ、ニアピン賞あったでしょ。何を言ってるのさ。いや元の内面よくわかってるなって思った私は。まあでも最後の問題はちょっと難しすぎるよ。何あの。さあというわけで、視聴者の皆さんには残念なお知らせですが、今から姉が萌えゼリフを言う時間です。次、どこ行きたいかって？
やねんけど。え、笑わんといてな。動物園。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。